何総連は、新末民発の軍人、北洋系の軍人、中華民国最初期に、ジャハルト等を務めた。晩年は、企業や事前事業に取り組んでいる。字は春へ。北洋武備学堂を卒業した後に、佐田竹軍に所属した。日清戦争に際しては、会場を数百の兵で守備し、日本軍と激戦を繰り広げている。1895年。 園政外が創設した新し権力軍に所属した。以後、左翼不評、第二栄領官、東大、北洋常備軍左翼翼長を歴任し、1904年には第一北洋協連所こ総弁に就任する。1906年、第一共闘領官権祝栄栄領権、官祝省が終鎮総兵に昇進した。1907年、第一鎮闘制となり、 さらに、チャハール副都党に移動した。1912年、チャハル都党県陸軍第一支市長に昇進した。1914年、将軍位を与えられ、引き続き、チャハルを統治する。民国4年8月、大総統富士重部官に移動したが、遠征外が皇帝即位を格作すると何は引退して帰京した。同年中に、災難で、 花京蔵師匠や法年免古匠を創設している。1918年、筆衣将軍の位を授与された。1921年、三島省で大干ばつが発生し、50件以上が理災した。この時に何は、地元人士に呼びかけて、三島省にぎやか、再公開、暮れない十字会再難分会、再民救済会の設立準備を進めた。これにより、義援金、 数百万元が集まり、数十万人の民衆が救済されたという。1928年の災難事件勃発後に災難市治安維持会会長を務めた。1931年、三島省歴条件で病没。去年68。ありがとうございます。